イレギュラーですいません。新型コロナウイルスの感染症予防対策にかかる関係で文科省と極めて大きな発表がすでにございましたので、念のため省としても改めて記者の皆さんにご説明をさせていただきたいと思います。本日開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、昨日決定した新型コロナウイルス感染症対策の基本方針を踏まえ、この 1,2 週間が感染拡大防止に極めて重要であること、また多数の方が集まるような全国的なスポーツ文化イベント等については大規模な感染リスクがあることを勘案し、今後2週間予定されているものについて中止延期または規模縮小等の対応について総理から指示を受けました。本日の総理のご指示にもあるとおり、今がまさに感染の流行を早期に収束させるために極めて重要な時期であり、文部科学省としては速やかにスポーツ関係団体および文化関係団体に対し対応の要請を行いました。また文化庁の所管の独法においては、当面の間国立劇場をはじめとする劇場での公演は中止または延期、国立美術館博物館は閉館することを要請をいたしました。さらにこうした状況を踏まえ、 J リーグやプロ野球などにおいては延期や無観客試合等の対応を決断されたものと認識しております。こうした各団体の主体的な取り組みについてはありがたく好意的に受け止めているところです。文部科学省としては今後とも関係団体と連携を図りながら感染拡大防止に向けた対応に全力で取り組んでまいりたいと思います。私からは以上です。幹事長のテレビ朝日から冒頭1問お伺いさせていただきます。昨日の基本方針では、全国の一律の自粛要請は行わないとする方針も示されていました。一歩踏み込んだ形といいますか、このようになった背景についてもう少し詳しくお願いします。昨日大きな方針としてはそういう方針を一度確認をしたんですけれども、やはり感染のピークをですね、できるだけ遅らせるという努力が今必要であって、今申し上げたようにこの 1,2 週間というのが極めて重要な時期になるという判断をしました。加えて、昨日博多でしょうか、コンサート会場などでも感染者の確認がされたこともありましたので、今後多くの人たちが集まるイベントについてはこの際2週間思い切って、中止をしよう、あるいは延期のお願いをしようということで決断をしたところでございます。ありがとうございます。各社さんいかがでしょうか。読売新聞の土井と申します。事務的な確認をお願いしたいんですけれども、その今後2週間というのは、その大体いつからいつまでということを想定されているのかということと、その要請先 の、 そのスポーツ関係団体と文化関係団体というのをもう少し具体的に教えていただけますでしょうか。日々状況が変化しているところですが、現時点において文化庁の所管独法については遅くとも今週末2月29日の土曜日からおおむね2週間3月15日の日曜日まで、公演等の中止あるいは閉館ということをお願いをしているところでございます。スポーツ団体につきましては、スポーツ庁を通じてですね、それぞれの団体に、本日をもって連絡をしたところでございますので、直ちに対応できる団体もあると思いますし、中1日2日準備が必要だという団体もあるように聞いておりますので、いずれにしても来週の3月の失礼しました来月の3月の15日ぐらいまでが一つの目安ということで対応をお願いしているところです。具体的なスポーツ団体は、独立行政法人日本スポーツ振興センター、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本障害者スポーツ協会等にご連絡をさせていただきました。どうぞ。北海道新聞の鈴木です。話題変わりまして、昨日、文科省として臨時休業の通知を出しましたが、本日、北海道教育委員会の方が、各市町村に対して、全都一律の、休業を、要請するような形になりました。まずこれについて大臣受け止めをいただけますでしょうか。昨日ですね、臨時休業については法令上学校の設置者が必要と判断した場合にのみ行うことができるものであり、
まあ、文科省には判断の権限はないんですけれども、しかし、このように学校において新型コロナウイルス感染者が出始めている状況を踏まえ、各学校の設置者が円滑に判断する際の参考となるように、文部科学省として全国に方針や留意事項を周知をしたところでございます。北海道はですね、たまたま児童・生徒からの発症事例が出ておりまして、ある意味地域的にもクラスター化をしているんではないかということを危惧をされていたんだと思います。知事の判断によって、直接の感染者がいない自治体も含めて、この際、1週間をめどに休校を行うという判断をしたというふうにご報告を受けました。そのことについては、知事の判断に私はリーダーシップにですね、敬意を表したいなと思っております。知事からもお電話をいただいて、事情もお聞きをしました。一言で言いますと、いろいろ考えながら時間だけが過ぎて拡大するよりは、ここは特に児童・生徒の発症例があるので、思い切って1週間、期間を切って、そして生徒の安全確保もそうですけれども、働く教職員の皆さんの健康診断等にも力を入れていきたい等々お話があったところでございます。重ねて1点だけ、北海道を非常に地理的にも広い、広域自治体になります。文科省が全国一律で指導できないのと同様に、北海道によっても地域事情があると思います。で、東北、稚内の方は今のところ感染者も出ておりませんし、そうなった場合に、学校の、学習過程への影響、もしくは保護者、働く保護者への影響もあると思います。そこら辺、懸念等はありますでしょうか。懸念は北海道に限らず、私も昨日こういった指針を示した上でですね、しかしながら臨時休業中の児童・生徒に、例えば授業の遅れが生じないように、補充などの授業や家庭学習を課す等の学習面への配慮の必要性ですとか、教育課程の弾力的な扱い方、当然のことながらこれ、お休みの扱いをしてしまいますと、出席日数に大きな関わりが出て、進級、あるいは卒業に大きな影響があることがあってはいけませんので、こういった点はあらかじめ弾力的な対応をするように、全国に昨日通知をしたところでございます。また、休業期間中のお子様たちのですね、監督者の確保、これは例えばご夫婦共稼ぎで、お勤めになっている場合に、当然、学童保育などの施設も閉鎖をすることになるんだろうと思いますので、どちらかが仕事を休まなくてはならないという事態も生じるんだと思います。社会全体でそういったことをしっかりフォローしていかないと、学校だけを休みにしても問題の解決ができないので、そこは知事もですね、これからの対応としていろいろ考えることがあるんだろうと思います。教員の加配なども含めて、文科省としてできる応援というのはしっかりしていきたいなと思っているところでございます。ごめんなさい、重ねて言ってないけど、全道一斉という非常に広域な自治体での一斉一律の休業という判断についてはいかがでしょうか。北海道という地域が特別にですね、特に児童・生徒の発症が顕著であるということを考えた上での決断だと思いますので、それは私は知事の決断を支持したいと思います。ただ同時にですね、手続き上、学校の設置者は市町村でありますから、そういった意味ではそれぞれの地域のリーダーもいらっしゃるわけで、そこでやや考えの違いといいますかね、対応の違いがもしあるとすれば、それは道内でぜひ話し合いをしてほしいなというふうに思ってます。どうぞ。共同通信の小田と申します。北海道さんの話にもちょっと続けてから関連を伺いたいんですけれども、今後もしかすると、他の自治体都道府県でも同様の決断をされるところが出てくるかもしれないと考えられるんですけれども、大臣そのあたりこういう同様の方針が広がることについて、可能性についてはどのように見てますか。はい、可能性は否定できないと思いますけれど、児童・生徒の発症事例っていうのが今のところ北海道に集中しているということもありますので、他の自治体で同様の事態が起きる、あるいは起きる可能性があるということで、首長の皆さんが何らかの決断をするとすれば、それは昨日私どもの方から通達をした中身に合致をするわけですから、それはしっかり支えていきたいと思っています。この件に関しては裏表あると思うんですけど、その保護者、先ほど問題についてもお話になりましたが、学校だけではなくて、例えば経済活動とか、そのあたりに関する影響もかなり大きいものではないかと思うんですけれども、そのあたり大臣のお考えというのを、改めてですけれども、伺いますでしょうか。
昨日、記者会見の中でも申し上げたように、当然そういうことを想像し、想定をしなきゃいけないと思います。ですから、今日ですね、実は経済産業大臣と厚労大臣が経済3団体、あるいは労働組合の方にですね、こういったその社会的にしっかり協力をしてほしいということの要請に行っていただいてます。特別学校を閉めることを前提のお願いではないですけれど、当然働いていらっしゃる大人の皆さんとも問題意識を共有してくれないと、こういった休校というのはうまくいかないと思いますので、その辺は社会全体でご協力をお願いしたいなと思ってます。どうぞ。朝日新聞の上田と申します。政府が主催で14日に予定している7月の GoTo イベントはどうされるのでしょうか。日本博のオープニングイベントにつきましては、縮小を前提に関係機関と協議を始めたところでございます。具体的には、一般の方たちも参加ができるスペースを用意をしているんですけれど、まずそれは考えていません。でただ、演舞ですとか主催者側のご挨拶ですとか、例えば映像によって皆さんに拡散できるようなものについては可能ならば実施をしようかということで今検討しているところでございます。はい、どうぞ。 NHK の金沢です。今回その公開イベントですとか、そのスポーツ のイベントについてですけれども、これまでもちょっと話題に上がってきた卒業式に関連してですね、これも自粛ですとかその延期の要請を行うかどうか教えてください。卒業式のシーズンが近づいているのは事実でありますけれども、高校生でも3月の上旬、中学生につきましては3月の中旬、小学生につきましては3月の下旬を多分全国的に、同時期に開催されると思いますので、一律の中止を現段階で求める考えは示しておりませんけれども、感染が発生している地域においては、学校の設置者において、実施方法の変更や延期なども含めて対応していただきたいということを、昨日付でお願いをしているところでございます。で、また、感染拡大の防止の措置を取っていただくことも大切でありますし、実際の方法として、例えば、熱のある方は当然出席しないようにしてほしいとか、残念ですけれども、その保護者の皆さんと別の会場でということも、中には考える自治体があるやと聞いておりますので、さまざまな開催の工夫をしながら、もちろんその時の環境によりますけれども、自治体の中で感染者がいないということであれば、そこは十分に配慮しながら、対応をしていただきたいなと思っております。しかし、今後、さらにですね、子どもたちにとって深刻な事態が生じるとすれば、その変化に合わせて改めて対応を考えたいと思っています。残り1問程度でお願いいたします。東京新聞の柏崎と申します。先ほども少し質問出たんですけれども、保護者特に小学校低学年とかですね、幼稚園とかの保護者っていうのは、その子どもを預け、何かに預けながら働くっていう人が多いと思うんですけど、それについてのカバーの仕方、特に非正規の方とかですね、直撃すると思うんですね、生活費とかについても、その辺についての対応について、具体的にこうなんか求めたりとかですね、文科省として何か知らできることっていうのはあるんでしょうか。例えばその昼間の時間帯に学童保育を開くということになると、学校や学級を閉鎖した意味というのはなくなってしまうと思いますので、そこはご理解をいただきたいと思います。ただし、なかなかですね、こういう事態になってもお仕事を休めない環境にある方も中にはいらっしゃると思いますので、そこは文科省としてダイレクトに応援や支援をするメニューというのを今の段階では用意をしておりませんけれども、今日経済団体などにも申し入れをする中でですね、何らかのサポートができることを今後考えていきたいなと思っています。これは文科省というよりは政府全体で、その対応を考えていかなくてはならないのかなと思っています。白さん、いかがでしょうか。ありがとうございます。
朝日新聞の矢島です。今回の2週間のスポーツ文化イベントの自粛要請の法的根拠があれば教えていただきたいというのと、もう一つは自粛をして中止をしたことによる損害の補償などはどういった枠組みを検討されているのかというのをお願いします。まず法的な根拠はないんですが、専門家委員の皆さんのアドバイスによってここ1、2週間というのがその極めて大きな局面になるということなので、文科関連施設としてできることはすべてやっていこうということで決断をした次第でございます。補償につきましては、こういう事態での中止でございますから、多くの皆さんがご理解いただけると思いますけれども、しかしながら、さまざまなケースが違うと思いますので、仮にそういった補償を求めることが出てきたとすれば、改めて政府全体で取り組みを考えていきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。以上で終わらせていただきます。じゃあすいません、ありがとうございます。